제가단루아매치때이잖아타이소를제대로아나도대회매신아니야단단미터만룰중에는주연하다정하이때제치에대해人間の体はですね、まず最初にこの渋い点の中にはどこから書かれているかといいますと、まず人間が誕生するとき、この五元素によって人間の体は成り立つと述べられています。タマナシン、ルーチャーサイエジー、ルーディア、ヘジドエレジョンズ、またその生まれた体が成長していくのも、また五元素によって成長していきます。タマナシン、ルーレアのと、ナズヨンディアディ、ジョンディケチャマニョンベジュンゼンテン、ナズヨンキシュエシー。またその、なぜ山、その成長した体がなぜ山になるかといいますと、その五元素が不均等になるから、山になると言われます。だ、なぜ重点は、ディエ、ネブ、メンディビネディ、ジョンディ、ネブテン、ケシャ、メンディ、ゴメンカ、それ、メンディ、ジョンディア。そしてその病を、まあ、癒す薬も、またその五元素から生まれた薬を使っております。제가実際の5年、10分、ジョンが、パケンディシャ、ジョワチャリ、チョネ。そういった意味でまず最初から最後まで全て五元素によって説明できるんです。これはディナーチャーじゃなくて、また、ディナーチーより、また、チャーチューコーレ、アマナシン、ルーペケーレア、ネーチャーナレタ、ネーレティネ、ディシャンディマン、それでレシェンマン、シッツサクトネ、ディシェフウィス。今それでですね、まあ、生まれてから、そして成長、そして病気、そして治療、この4つの段階、さっき、まあ、こう絵になってましたけど、その4つの段階、これから順番、順を追って説明していきます。あ、チェーンですが、ファマチャズカドリアが、ジョアンガディ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 、まず最初になぜ体が生まれるかといいますと、その原因は2つです。それはいわゆる男性の精子と女性の卵子です。正確には卵子は言わないんですけども、ね、女性の血と呼んでます。まあ、私、あえて分かりやすく卵子と言いますけども、この2つはもともといわゆる五元素から生まれてきています。제가이중앙의차시에대해터만의매미는화면사용되기에다만들어서대해룸을통해서차례마지막에서고갱소というものがなければですね結局最初の精子というものまた卵子というものも存在しなくなっています제가그러면은야조를빚듯이가르친시에대해서는조디화면이구다지에는디나로리하다가소리개체지남시에대해서얘기가됐어もう一つですね、その、男性の精子、お父さんの精子、女性の卵子、もう一つ大事なものがあります。それは、チベット語でナムシェと言いますけれども、これ、魂と、略しても構いません。魂があります。だナムシェというのは、ナムシェというのは、このナムシェというのは、我々というのは、経営です。まあ、私たち仏教の概念から言えば、そのナムシェ、いわゆる魂のようなものを、いわゆる認識するのは簡単なことです。それは、ディー、あ、それ、ディーディア、ケーマメネジーピーな、あれ、これやったらそれ、まあ、そうでしょ、もしかしたら、やったらそうです。しかしですね、まあ、もしその魂という概念、いわゆる仏教徒じゃない場合ですね、魂というものを認めない場合、まだたくさんの説明が必要になってきます。かつ、ドラメンのデジェンデータが、いつもに、今週の新南米中、ディネツウ、ディネツウ、主義的によって、チャーティーです。なぜか、まず、チベット医学の教えそのものは先ほども言いましたけども、仏教の教えからそのフィロソフィー、教えを引っ張ってきてですね、ミックスしてされていることもあるので、そういったことになります。제가남시디그레질러고였을때나저남시생이시바라나들이야디디나저미아빼나아나저미고시비비내리남시디자원이네시야메디다디시바디시야메디디나저남배추에네메모에네대제디티아つまり남시의魂ですね시바って何て言うか理解認識感触するんです。ナムシェです。ナムシェとシェバっていうのがあるんですね。そういったものは身肉体が滅びても、まあ、いわゆる輪廻転生のように、決して滅びることはない。ナムシェですね、シェバトゥルスって言ったら、みんなのこっちでやるか。ナムシェっていうのは、そのシェバトゥルって言いますけど、まあ、いわゆる、何て言いますかね、シェバトゥルスって言ったら、認識能力。認識能力。認識能力。シェバトゥルスって言ったら、シェバトゥルスって言ったら、そうですね。いわゆる、目、耳、鼻、いわゆるそれを五感の判断能力ですね、そういったものともつながってきます。シェバスに言ってます、ファルニーズルだけ。いわゆる感じる能力ですね、感じる能力。私たちは、何しに行ったら、ペラシャービナ、何しに行ったら、チェリオスに、ペラシャービナ、カンバディナって言うんです。カンバディナって言うんです。
まず原油で見てくれて、ナムシェの時に差別。例えばこの建物に例えますと、この、まあ、建物の体としたら、ナムシェというのはちょうど私たちこの建物の中にいますよね。ちょうど私たちはちょうどナムシェにあたります。じゃあ、どうですね、まず、まあ、あと、じゃあ、どうしたら、まず、その考えでね、トランプを原油、まず、ルブンってシャーベン、ナムシェを知るって感じです。まあ、例えば今日のこのレクチャーが終わりますと、皆さんこの家の外に、この建物の外に出てきますよね。それはちょうどこのナムシェから魂が外に出てくるようなものにあたりますね。じゃあ、その、カルソーレ、そしてシェーバー、カリーイバディ、ニャマネトス、ギュー、チネチ、ギュー、チネチ、ギュー、ペンニャシェーバー、ナラナギュー、トスマ、ヨーデル、ジタクデシェーバー、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 まあ、体をつながって、ずっと今まで不滅なものですけど、先生、プログラムという部分を持ち、チェーンという場合で、あれ、ここ、ガソレ、ケワンゲマディ、あれ、ジェーション、イエチン、リンザ、あれ、コトディ、ケワンゲメ、パジャータ、ジッマゴシュチ、ランシングレーディア、そういうこともありまして、いわゆるインポチェ、いわゆるあの転生者ですね。転生者は前世の、いわゆる痕跡、前世の、いわゆるシュレトパ、パクチャって言いますけれども、そういう。何か前世のそれの行いが今に反映されているというそういった理由があります。じゃあこれはルデンにまだまだまだ差でまたなろうしゅうようやなしですねそういった意味では体というものはたくさん今まで変わってきているかもしれませんけども、いわゆる魂というものはずっと一つだと一つです。キャリティンベアブイナマゾパラアマチブインバリアプーソンゲイユナアネサベアタガガチブジギャンケケイワイマチブジギャンバリデイベチャネプーソンゲイバディ三个楼，属于其中七个绝吧。刚刚经过隔壁，经过张阿姨的陪伴嘛。啊，例えば両親から三人の子供が生まれた場合、まあ皆もともとね精子と卵子は一緒なはずですけども、皆違う性格になってくる。これはやはりその魂というものがそれぞれ違うものがあるからではないでしょうか。もう前段で現在の彼氏の卵子数はかすれ、リキビューにまあ低いよね。シバディ、どれが飛んでるか。そういった意味で昔からずっとつながっているその不滅の魂ですね。魂というものが。我要打的建议不是吗？他刚才刚才这些就得要做的，连中央给你建议的，他领导的呀，安尼，他是差个有的呀，做的，他们也三个一吧，安尼，他们是领导的呀，那些，安，新都差个中央的差些事情，但是参股有的，但是这个那么的这个啊，有的个参股不单位的，啊，中央没的呢。아니사비는춤이되면매매매매롱의패밀리만나면되고마치스는어디서인데아무시계대학의中でですねこのこの単価に書いてあるんですけども、いわゆる男性の精子と女性の卵子、そしてそれを5元素に成り立っているんだけど、その中でも魂はですねとっても細かい微細な5元素とまた別の名前がついています。その3つが異なることによってこのチベット医学のいわゆる人間の体というものが生まれています。ピチャイビタペナパタデ수배다마다수시때때그게디중앙의천천대를차지해요그래서지금今ちょうど先生が指さされたところは五元素がそれぞれの性質を表しています。자자리사회의유대계의중앙의네버딜때니아니중앙소수民族차시아카라카기면이되는거예요。これは今ですね、その五元素がそれぞれ五元素からそれぞれ人間の体のどの部分が生まれてくるかというものを表しています。제일먼저다디타마데리아그때내가당당유대지제일대로니나우다니가르스거든스나유겐때리차단좀좀내차니가겐아니먼저리두부유스디스마다유셰요리겐셰요리때리셰요리다만신중앙의차단상유로인데서가아니시네먼저미루두부유스디디데리게이마저도선생님이사사れた부분이ですね。これは人間の体そのすべての今今日今さっきまで話した条件がさっきの五元素、そして非常に微細な五元素、そのすべての条件が揃ったときに初めて人間の体が生まれてくるということをその今の絵は表しています。おや、だにえずとに、にえずとに、あめ、ほかのや、ぷりや、さぎゆやで、ぞくは、てぐよせな、じょうあんなで、せいゆで、りゅうじょうあんがげばしえすですが、りゅうりや、さぎゆやで、げばしえり、じょうあんね、なでてべ、せいゆで、あめ、